二条道平は、鎌倉時代後期から、南北朝時代初期の区下。摂政、関白二条剣元の子。官位は、十一位、関白、左大臣。五に、五孔明寺市院関白。1295年13位に助せられ、苦行に列する。1305年一条実家に、大臣就任を先に越されたことを不満として、老居するが、 1316年から2年間、花園天皇の関白を務める。五醍醐天皇即位後の1323年に内乱宣言を受け、1327年から3年間、五醍醐天皇の関白を務めた。五醍醐天皇の倒幕計画に関与したらしく、1332年、鎌倉幕府により父権記に預けられた。幕府の怒りは相当なものがあり、息子の吉本は、 県中納言を免ぜられ、花園陰神期には二条への廃絶を通告されたことが記されている。翌1333年を祈祷から反撃に転じた天皇により、左大臣を呼び、富士市長者に任じられ、1334年再び内乱となっている。学芸のみならず、当時の区家には珍しく、馬術にも秀出ていたという。軍記物語、太平記では、二条、 道平の妹は天皇の皇宮に入る予定だったが、室町幕府の執事高市直に盗み取られて、男子武蔵五郎氏夏を生んだと描かれる。ありがとうございます。